はい、それでは、今ね、初心者初めてやろうというと思う人におすすめしたいのがこのプロトス380スタンダードですね。こちらの方を紹介したいと思います。こちらの機体ね、機体自体がもう2万円台で買えてしまうね、かなりお安い機体なんですけど、まあ、ちょっとローターとかはついてないんですけど、ローターもね、選ぶと安いのは本当安いのでね、飛びます。で、どうしてもね、やはり、初心者の方はね、墜落してローターとか折ってしまうんで、まあ一番いいのは本当シミュレーターで散々やって、背面ぐらいまでできるような状態まで追い込んでから、飛ばすとすごいいいんですけど、まあ最初からこういうねホバーリング練習っていうのもありですけど、その時はねアメンボといって、スキットの下にね、竹ひごみたいなのをつけて、こけないように、やります。自分もはるか昔にやってたんですけどね、まあさすがに卒業しました。まずはこの、ケツホバって言って、テールを見て、やります。まあこれが一番機体の状態がね、わかりやすいかなと思います。あとはこの4点ホバーリング。で対面ホバーリング。この対面ホバーリングね、脳内の、操作をもう完全にね、覚えさせるためにも、ね、ぜひとも身につけたいのが、対面ホバーリングですね。で、今このフルセットでもね、結構安いのかな、5万円台で買えるんじゃないですかね、アンプとモーターと、ジャイロはね、ちょっとね、いろんなメーカーがあるんですけど、まあ、正直、八門ジャイロでも全然いきますんでね、それ使って、まずは飛ばしてみるのもいいかもしれないです。まあ、その代わり、説明書とかそういうのがね、なかなかないんで、自分でググらなきゃいけないのもあるんですけど、まあ、それでもね、まあ、値段安いんで、それは勉強すると思って、購入もありかと思います。本当はねクラブとかの組織で、そのジャイロ使っている人に聞いてもらうのが一番いいんですけどね、なかなかそういう環境ない人もいるということなんでね、そういう時は、とりあえずインターネットでお勉強となります。じゃあホバーリング終わったら上空フライト行きますか。まず上空フライトですね。ストールターン。ルーツ。ロール。オートローテーション。うん、やっぱ浮かないっすな。まあオートローテーションぐらいだったらね、全然ヘでもないようなね。まあ、よっぽど激しい落ち方しなければ、まあ、ローター折らなければね、全然いけますけどね。
まあ、この通り 3D フライトの方もね一通りできる機体なんでね、この1機あれば相当練習できると思いますね。まあ、自分のおすすめする機体はこのプロトスでしょうか。今ね T-REX とかももちろんあるんですけど、なかなか今ね部品が仕入れづらい状況がありますんでね、それ見るとこちらの方も、いいんじゃないでしょうか。はい、動画閲覧の方ありがとうございました。今回は、素人さんというかこれからヘリを始めてみたいと思う人のために、ちょっと機体の方を厳選してみました。自分も、T-REX380 480ですね、
そちらの方ね飛ばしたことありますけど、コストとかね部品の安さからすると、飛びも含めて、プロトス380、XL380 の方ですね、一番安いモデルですけど、その飛びはね、かなり切れてるものがあって、練習過程でも十分な安定性、ありますんで、これはね一番おすすめしたい機体と思いまして、動画にしてみました。これからね動画作るにあたって、何が、必要なのか、プロポが必要でもあるし、ね、充電器とも必要になると思いますんでね、そういうのをねちょっと題材にした動画もちょっと作ってみたいと思います。まあこのチャンネルの、目的ですけど、やっぱりね、もうヘリユーザーというか空物ユーザーを何としても新しい分員、世代でね、引き入れたいと思いましてね、こういう動画を作ってみました。まあ昔のねちょっと閉鎖的なところがありまして、なかなかクラブとか入れさせてくんないっていうところもあったんですけど、まあいろんな遊びのある中、このラジコン文化もね結構、いいものだと思いますんで、こうやって、紹介動画、作ってみました。もしね、この動画良ければグッドマークよろしくお願いします。概要欄とかにね、販売場所とかね、記載しておきますんで、そこクリックしてちょっと見てみてください。もしね、わからないことありましたら、コメント欄とかね、Twitter の方にも DM 開放しておりますんで、質問していただければ、答えられる範囲でしたら、答えますんでお願いします。それでは失礼します。じゃあね。